せっかくなんでね、ちょっといろいろ撮ってみたいと思います。まずこれ LED ライト、どの辺まで揺れるだろうか。この辺までいけるかな。地味なものしかないんですよね、すいませんね。ちょっと歩いてみましょうか、この周りでもね。どうでしょうか、普通に歩いてますが、そんなに揺れてなければいいな。普段食べないものをね、食べてみようじゃないかということで、ちょっとこれを買ってきましたが、油がめっちゃ落ちる。どうもこんにちは。今回はですね、アカソのブレイブ 7LE アクションカメラなんですけれども、以前使ってたですね、アカソのアクションカメラは V50 Pro というやつでした。で今回ですね、アカソさんからご連絡いただきまして、これをねちょっとレビューしてくれないかということで今動画を撮ってるんですけども、本当はねこれ釣りキャンプに行った時にね使いたかったんですよ。ただねちょっと間に合わなかったので今この動画を撮ってます。ちょっとね細かいところを見ていきましょうか。まずはこれね、もう見てすぐわかると思うんですけども、特徴としてですね、ここにレンズがありますが、ここにね、液晶があります。で、裏面にもですね、こんな感じで液晶がついてます。まずね、電源入れてみましょう。電源はこちらです。ボタン類なんですが、まず横に電源ボタン。それと、上ですね、上にモードボタンと録画開始ボタン、停止ボタンですね。これがあります。でこのねモードボタンを長押しすることによってですね、こんな感じで、あ、分かりづれ、今液晶が前面になったら分かるでしょうか。ここに映し出すことによってですね、自撮りもしやすいというアクションカメラになってます。でまたモードボタンを押すとこちらに戻るということになってるんですけれども、ただこれ1個ね弱点というか、まあ、欠点を見つけてしまったんですけども、撮影中にね変えることができません。例えばこれ録画をしますよ。今ねこれで録画が開始されました。開始されたので、やっぱこっち側で見たいなと思ってモードボタン押すんですが、変わってくれません。録画を停止して、長押しするとこんな感じでつきます。これね、やっぱり録画をしながらですね、やっぱり前面で自撮りしたいとか、切り替えられる方がいいと思うんで、ここはね、ちょっとね、まあ、自撮りできるのはいいとこなんですが、ファームウェアかなんかで改善できたらいいのになと思ったりしますね。まあ、モードとかなんだろうな。まあ、こういう、再生、ビデオ設定、写真設定と選べるところがありまして、例えばね、ビデオ設定だと、ビデオサイズ。今ね、これは 4K にしてます。4K30fps から、一番ちっちゃいのが 720p60fps か。これがまあ一番ちっちゃいですね。ただ、まあ 4K が絶対一番綺麗だと思うんですけども、容量の問題が多分出てくるので、まあ、2.7K ぐらいが良かったりするのかな、どうだろう。ちなみにね、今この中にはですね、128GB のマイクロ SD カードが入ってます。ちょっとね、録画してしまったんですけれども、まあ、大体ね、128GB で、そうだな、5時間半ぐらい
5時間半弱ぐらいの録画が一応可能になっているということになると思います。あとは設定とかになるのかな、録音防振、防振というのはあの手ぶれですね。ビデオクオリティ、風の騒音を減らす、この風の騒音を減らすっていうのもあるんですけども、これで撮ったらねボリュームがちっちゃかったです。これがうまく撮れとったらいいんですよね。はかどるかもしれない。逆になってない方がいいかな、こっちがこっちに行った方がいいかもしれない。ボリュームちっちゃかったので、なので今とりあえずオフにしておきます。この閉じる開いたっていうので、まあオンオフってことだと思うんですよね。オンオフってことだと思うんですが、この辺もねもうちょっとちゃんと作り込んだ方がいいんじゃないかなと僕は思ったりしますけどね。このね、アカソブレイブ 7LE、売りとしてはですね、この本体自体が IPX7 の防水になってます。なので、雨が降ったりとかしても大丈夫です。まあ、よくお風呂場で使うテレビとかあると思うんですが、あれがね、大体 IPX7 ぐらいの防水だと思います。まあ、それぐらいのね、防水機能があると思っていただければなという感じです。で、付属でですね、防水ケースももちろんついてますので、本格的に水に沈めるときはですね、そういった防水ケースを使うという感じになるかと思います。で、この横の部分なんですが、ここはですね、USB 端子になってまして、このボタンを押しながらスライドさせることで、ここにですね、USB 端子と HDMI 端子があります。この USB 端子はですね、マイクロ USB の B タイプとなっております。で、これもね、赤さの特徴だと思うんですが、ここにはね、三脚用の穴が開いています。で、ここがね、バッテリーになってまして、SD スロットはここにあります。バッテリーがね、確か 1530mAh とかだったかな？なんで、まあまあ標準なバッテリーがついてるんじゃないかなと思います。ただね、他のバッテリーと互換性がないみたいなので、これはこれ用のバッテリーとなるようです。エフェクトモードっていうのをね、ちょっと試してみたいなと思います。このエフェクトモード、今はノーマルです。そしてエフェクトモードの BW。BW っていうのは、これはモノクロってことかな？ああ、ブラックホワイトってことかな？そしてこちらが、エフェクトモードのナチュラル。ナチュラルはどんな感じだろう、自然光ってこと？さあ、そしてこれがですね、エフェクトモードのネガティブ、ネガ反転ってやつでしょうかね。使い道あんのかな。そしてこちらがエフェクトモードのウォーム。ちょっとあったかい感じの印象になる映像になるのかな。そしてこちらがブライトネスコントラストというモードです。どうだろう、コントラストがだいぶ強いのかな。今ですね、赤さのブレイブ 7LE、 こちらで録画をしてます。どうかな、色合いとかがどんな感じで映ってるでしょうか。モードとしてはですね、 4K30fps、一番画質がいいモード、これで撮ってます。今ですね、赤さのブレイブ 7LE、 こちらで録画をしてます。どうかな、色合いとかがどんな感じで映ってるでしょうか。モードとしてはですね、 4K30fps、一番画質がいいモード、これで撮ってます。この三脚はですね、全く別売りのものなので、この赤さとは全く関係がありません。この棒はですね、インスタ 3601R の自撮り棒で、こっちがですね、ジウンのジンバルの台です。なので、もういろんなものを組み合わせて使ってるんですけども、これぐらい頑丈なもんだと、かなり安心して使えると思います。今ですね、 USB ケーブルをつないで、モバイルバッテリーで給電中です。
これでね、電源入るかな。お、いけますね。電源入って、今ね、ここのマークが稲妻マークみたいになってます。いわゆるね、充電中のマークがついてるんですが、充電中のマークがついた状態で、あ、録画できますね。充電しながらの録画も可能なようです。で、今ね、これ撮影やってるんで、これ両方つけてますけども、一人でね、ソロキャンプするんであれば、これで十分だと思います。これがだいたい2400円ぐらいだったかな。なので、まあ結構いい買い物だったんじゃないかなと思います。調光できますからね。普通のカメラだとね、こんな感じに映ってます。なのでやっぱアクションカメラはアクションカメラってことでしょうね。まあこれぐらいと限界なのかな。